さえ決めたい人を探していきましょう。
サブスクとか何かでですねご覧いただければ、ああこういうことだったんだなという答え合わせもできると思うんで、ぜひご覧いただければと思います。さあここからですね、ちょっとあの観光的な話になりますけども、ここ長野県の大町市というのは水がすごい豊富なんですね。まあ先ほどの破砕帯の水もそうですけども、お水はですね軟水です。軟水ですので、お湯で沸かしてもアクがそんなに出ないタイプです。で大町に大きい工場も3つありまして、そのうちの1つにサントリーさんもあります。天然水もあります。でそのお水なんですけども、私が勤めております大町市役所のですね、ところには水道管がありまして、夏になるとたまにお電話で、ね、ちょっとこれどうなってるのっていうお電話があるんですよ。何かと思ったら、うちの水道ぬるいんですけどっていう、そういうクレームっていうか苦情もいただくんです。それぐらいいつも地元の人たちは冷たくて美味しいお水を飲んでいるんです。はい、でそこの、冷たくて美味しいお水で作ったお酒も地元大町にありますんで、3つの蔵ありますんで、ぜひですねお土産買ってみてはいかがでしょうか。はい、さあまもなくですね左側に曲がってきます。このまっすぐ行くとその本校の入り口の方に進みますけど、さあここから左に曲がっていきます。はい、一気に下ってきますね。こっちはそうですね、扇座駅に進むためのところですね。はい、さあもう少しで、扇座駅に到着いたします。で皆さん体が冷えてますので、まずは今日お泊りの方もいらっしゃるんですかね。もうそのままお家帰るという方もいらっしゃいますかね。両方ですね。まずはお家帰って体温めましょうね。はい、それからですね、まあ、せっかくですので地元で美味しい何かも買っていただいたりとかしていただければと思います。扇座駅はですね、まあ、黒部ダム大体標高見てますけども 1400m くらい、隣の白馬にスキー場があるんですけど、八方でスキー場っていうのはうさぎ平記念ってあるんですね。実はそのうさぎ平駅よりも今ここは標高高いです。まだかなり標高高い。この大町市、お酒も美味しいんですけども、お米も美味しいですし、でこの来週からですね、もう今週になったのか、まだ土曜日だから来週だ、北アルプス国際芸術祭というイベントがございます。9月の13日から11月の4日まで、11の国と地域36組のアーティストの作品が、公開されます。めっちゃ映えるのがありますんで、またぜひ遊び来てください。パスポートあった方がすごくいいですので、これおすすめです。私もですね午前中ちょっとお手伝いしたんですけど、めっちゃいいところでした。はい、何かっていうのは言わないようにするんですけども、まだ行っちゃいけないってことで。さあいよいよですねトンネル抜けてきました。もう暗くなってきましたね。はい、いよいよ下の方に見えてきます。この後ですねご案内いたします。ヘルメット、それから不織布 のカバー、その場所に置いてください。それからタグもですねくるくる巻きしないでいいです。そのままもう置いといてください。でお忘れ物ないようにお帰りいただきたいと思います。それからこちらの方で扇座ロッジの方いらっしゃいましたら、またスタッフ声かけてください。いよいよですね、見えてきましたね、大水荒駅でございます。まあ、短い時間ではございましたが、私、大町市地域振興部観光部ご案内させていただきました。皆さんありがとうございました。この後も楽しい旅になりますように。で停車してからですね、ヘルメットだとか着用を外してください。いや楽しかったですね。はい、8.7 倍の倍率、皆さんおめでとうございました。
はい、お待たせしました。湖が見えるってぐらいがヒントにしとこうかな。はい、あ、ちょっとあの香るものがあった方がいいですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。Please ensure you have all your belongings with you before alighting. Please note that the bus will move forward after all passengers have gone off, so ensure to remain within the white line. Please ensure you are not on the road. Your bus is bound for Shimano Omachi Station, and express buses for Nagano Station can be found on the road. Thank you.